ヘブンアーティストは、東京都が実施している大道芸人公認制度、及びそのライセンス保持者。東京アートタウン計画の一環。ヘブンアーティスト、パフォーマンス部門登録者、安在の理恵氏によるローラーバランス芸。JR 中野駅北口にて、撮影2002年に、当時の東京都知事、石原慎太郎により創設され、東京都生活文化局が実施している。 審査会で合格した大道芸人に対してライセンスが発行され指定場所での大道芸を許可される。これは主にフランスの制度に習ったもので質の高い大道芸人を選抜することで都民に娯楽を提供しまた優れた大道芸人を育成することを目的とした。審査会は年1回実施し応募資格は住所、年齢、国籍、ジャンルを問わない。 主な活動場所は、上野恩賜公園、代々木公園、東京国際フォーラム、東京ドーム、井の頭恩賜公園、お台場海浜公園、パルテノン玉など。また2011年の東日本大震災、発生以降、被災地にヘブンアーティストを派遣し、公演を行っている。パフォーマンス部門、音楽部門とに分類される。以下は、ウィキペディアに、記事のあるパフォーマーの未記載。 ギリアーク・アーマーガサキは、大道芸人の立場を向上させたとして、ヘブンアーティストの制度に、一定の評価を下しつつも、芸を審査するというシステムに反発している。審査会、東京都生活文化局、2017年7月21日閲覧。被災地支援事業、東京都生活文化局、2017年7月21日閲覧。ありがとうございます。